じゃあ次はフレンコレクチャーしますよ。じゃあ、もうタンシンスと向こうにチェックする。タンシンこちらとも手のひらこちらと自分のマックム。で私はマックムを使うんですけど、そうですか。じゃあ、その時に腰からも大変なんですね。じゃあ足も大変なんですね。もう1個これは腰の回転使ってもう1個はこの軸を先やったらちょっと右足を前に出して軸を横動かしていきます、私が、あ、これで締めてるんですか、私があのロサンゼルスで授業で行った時にフック打ったらシッと打ったら必ずブロック回転をブロックして髪左側に飛んできた、その時金出しをもらってた、なんでもらうんだろうと考えたんですよ、バインからバインバインバイン打ったら完全に攻撃してくる、ピアカイチョウは私が左フックしますだから左フックにしますよね、だから左フック大体打ってるんですよ、だから打ったら自分の中でもうちょっと相手の左手が距離を取って回す、打ったらこのまま下がったらどうしても頭が当たっちゃうから打ったら距離を取って回す、こっちはよく行きました、だから練習では打ったら打ちます、ちょっと左行って回す、これを早くやるとよく練習しました、打ったら反対側行って回す、そのまま下がったら頭どっちも今当たってたんで絶対師匠から頭とか当たらせないって言ったから、そう考えてやりました。以上です。はい、どうぞ。今度はボディ打ちをレクチャーやります。私は相手が右スルートっていう人たちに頭を低く集してバリッと打ちます、打ち終わった後相手が手を引くときに息するからその時を狙って打ちます、これもやっぱりセーフが当てないと地球から指4本下のちゃんと警察がレバーブルを動かないと、まあ、みんな食べたから効かないのでしっかりとそこを狙って、ゆっくりします。やっぱりこれ持ってくったら大体左に返ってくるから打ったらやっぱり後を打って回すまでいく、それで今度は足も使って横が回る、これも変で練習してください。以上です。
フェイス・ルイスというやつは、メキシカン110キロの方で、そしてライトニングなんですけど、まあ、普段見ないんですけど、そいつは、まあ、自分は、まあ、キャバリとは違うし、自分は小さかったのに、ね、こういう顔なんですが、自分は最初はわざと、メキシカン打つのに、左で下げてるぞ。はっ！ああ。これ、ちょうどやったんで、右にするって、こういう、こう、スイングが出てきて、バイン！ああ、いいと思うな。バイン！これ、ちょうどやったんで、これ。なかなか、いや、不思議なんですよ。結構、勇気見ないんだよ、俺。勇気見ないから、バイン。51で、元世界チャンピオンの内山高志選手が、よく倒してましたけど、その打ち方をレクチャーしたいと思います。